それでは感覚ピエロで嘲笑でございます。どうぞ。ありがとうございます、はい、2回目もいいということですね。ありがとうございます。ということで、この曲をですね、いちさんと、鶴田さんと一緒にですね掘り下げていきましょうということでございますけれども、何から話していきましょうか。そうですね、この楽曲を作り始めた、はい、まあ始まりというか、スタート地点の部分ってどういったところになりますか。はい、これはですね、去年ですね、今も絶賛真っ最中なんですけども、新型コロナウイルス感染症ですね、こちらの方でライブができなくなりましたと、いうことで、もうスケジュールが何もない暇だと、で別に家でギターを弾かなくてもいいんだけど、僕は音楽が好きだからずっと家でギターを弾いててですね、でそしたらですね、それこそこのトラックなんですが、っていうのをアコースティックギターでソファーで弾いてるわけですよ。これなんか曲に使えるかもなと思って iPhone のボイスメモで撮ったんですね。でもパソコンの電源つけるのとかもうめんどくさいわけですよ。もう iPhone のボイスメモにこのアコギのフレーズを撮って、これなんか曲にできるかなと思って、まずパソコンにエアドロップで送るわけですね。でエアドロップに送って、だいたいテンポこのくらいかなっていうので112ですね、 BPM ですね、に合わせて、その iPhone のボイスメモのやつを
もうきっちり合わせちゃうんですね。これクオンタイズって言うんですけど、あの小説の頭に全部こう合わせるんですよ。そこからあの見ていただく通り、こうずーっと同じフレーズをダーって流してですね、でなんかサビとかは、みたいな別の、 あのシーケンスなんですけど、あのこれをやっていって、あなんか面白い感じになりそうだなと。でそこからこうドラムとかをあのどんどんレイヤーしていって、ベースを弾いていって、エレキギターを弾いて、歌を鼻歌で歌ってっていう風な形で、曲がスタートしていった一曲になってますね、はい、なんでこのアコースティックギターをソファで弾いてたっていうことからスタートした一曲でございます。いいですね、そのフィーリングがずっと伝わってますね、曲。そうですね、あの曲の最初パッケージまでなんとなくそのリビングの感じがあの伝わったらいいなっていうのはなんかすごい意識してましたね。そうですね、なるほどです。あとは結構セッションファイル自体が、まあ、あの基本大きいのかなっていう印象だったんですけど、上の方から、まあ、どういったパーツが入ってるのかっていうところを見ていけたらいいかなと思うんですけど。わかりました。はい、まず超地味です。シェーカーです。すごい地味です。もうこれだけじゃ曲にならないです。ですがこれとこれが合わさると、でこれがシェーカーがないと、わかるかな、うん、これが随分違うんですよね。このシカシカシカっていうのがあるのとないのと随分違くて、これが、リズムのメインのシーケンスですね。で、このドラムのトラックはもうあれですよ、そのエイブルトンライブに入ってるドラムの音をそのまま使ってですね、でこの辺ももうエイブルトンライブに入っている、もうサチュレーターと、コーラスを使い、ここからは UAD ですね、まあ、なんかこういう風に処理をし、パルテックで音像を整えみたいな形で、処理をして、最後、コンプ、でまたDSRがあり、これいいですね。ほんでリトルラボのですね VOG っていうですね、これね聞いてほしいんですよ、これこれこれない時です、これある時です、うん、下がマッチョになるんですね、ガーンつって、これ素晴らしいみたいなトラックが、リズムのシーケンスです。で同じピンクの、トラックは、もう同じ音源の、ちょっとした質感違いみたいな形になってて、あのこの中の、ブリッジのところでもうちょっとフィルターがかかったドラムのシーケンスで、イントロの部分アウトロの部分はまたなんかちょっと若干違う質感の、うん、もっとフィルターかかったような、でこれでリズムのトラックだけでそのイントロ、サビ終わり、あの曲の中っていうところの曲の表情をコントロールしていくっていうところですね。例えばサビの前だと、そうなんかちょっとパーンっていうのがあったりとかっていうので、細かくあの楽曲の色をつけていくという形で、これが、リズムのシーケンスになります。でこの黄色いトラックなんですけど、これですねライブの面白い機能でですね、ちょっとトラックがですねどんな音が鳴ってるかというとですね、これ何ぞやと、これ何ぞやということなんですけど、僕エレキギター一回弾いたんですよ。なんか違うと思ってですね、なんか違うと思ったんだけど、そうなんか弾き直すのも大変だし、ここにですねシンプラーっていうのがあるんですけど、自分が弾いたギターの音をこの中に突っ込むんですよ。で鍵盤で音を分解して弾けるようにするんですね。でそうするとこの点滅してるところがこうなってるんですけど、自分が弾いたギターのフレーズがこういう風に分解してなるという、リードのトラックですね。だからイントロとかで聞くとこれが結構前に出てるっていう感じ。その後はピアノですよ、雑ピアノです、うん、これがですね質感のちょっとこだわりポイントがありましてですね、これあの EQ って言うんですけど、あのイコライザーですね、あのカラオケとかでもついてると思うんですけど、イコライザーですね、これをなしで聞くとどうなるかというとですね、うん、なんかすごいあの僕がピアノが上手なように聞こえますね。あのさもなんかでっかいホールで弾いてるように聞こえるんですけど、これだとちょっと楽曲にはトゥーマッチなんですね。だってそういう曲じゃないから、これを
もうちょっと可愛いピアノの音にしようよっていうことでこれでございます。これ元のピアノの音を知ってるとやっぱり削りたくないんですよ、人って。すごいリッチな音が出てるからこのまま行きたいなと。でもこれをあえてこうすることで曲の中に入るとこういう質感の調整を一個ずつ一個ずつやっていってる感じですね、うん、だいぶキラキラ感が出ますね。そうですね、もうあれだけで多分印象が違うから、うん、で曲を聴く人ってもう一発勝負じゃないですか、はい、一回聴いた時にどう捉えるかだから、でそれでもうやっぱ分かりやすい音になってるっていうのはすごい重要かなと思います、はい、あとはもうベースですね。これはですね、あのうちには、滝口大輝っていうベーシストがいるんですけど、彼がですね、あのときめきメモリアルのゲーム実況を、ね、に勤しんでまして、あの忙しそうなので僕が自分で弾くっていうですね、あのいうトラックでございまして、これはあの僕が弾いてるんですけど、あの実際製品になってるのはあのうちのベーシストが弾いてます。そうですね、こちらデモ音源の状態ですよね。あ、そうですよね、はい、そうです。で、まあなんか僕がこんなこと頑張りですね、ですがちょっと一箇所だけちょっと頑張ってくれよということでですね、うちのベースにねベースソロを弾いてもらいました。トラックがこちらでございますね。でこのベースソロの方はですね、この裸で送ってきてもらったんですけど、裸の音がなんかこんな感じですね。でこれを入れるわけですよ、このアンペグっていうですね、これアンプなんですけど、これ入れるとですね、もうなんかちょっとねベースアンプで鳴らしたような音になるわけですよ。これあるのとないのとじゃね、違いますね。っていうベースのトラップでございます。で、あとはなんかこれまたあのさっきエレキをシンプラっていうところに突っ込んで鍵盤で叩いてっていう話したんですけど、アコギも同じことをやりまして、これでもちょっと地味系なんですよね。これなんかリズムをちょっと若干強調する。なんか16部のルーズさみたいなところをちょっと強調するためのトラックっていう形です。でこれがさっき言ってたアコギですね、まあ、これさっき言いましたアコギでございます、はい、この下もアコギなんですよ。でもこれはちょっとまた、うん、バリエーション違いでございます。でこっちも、こっちもアコギなんですが、これもバリエーション違いです、うん、音のバリエーション違いです。こうやってなんかこまごまこまごまとですね、シーンの演出を切り替えていくっていう形ですね。次のアコギもですね、うん、ちょっとこう遊びっぽい感じ。これアコギの音なんですよ、実は。そう、なわけないじゃんと思うじゃないですか。あのこういうふうにですね、ピッチをいじれるんですね、ライブっていうのはですよ。ここでピッチをいじれるんですけども、これをいじってなんかちょっと可愛い音にしてこうじゃないかと。これもともとはアコギの音です。アコギの素材を使ってこういう風な音を作っていますよということでございます。で、次の音もね、アコギなんですよ。うん。こうやってパーカッションまで作っちゃうというですね。パーカッションを作って、ここで一緒に鳴らすと、うん。うん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 、いいですね。なんか曲が次の展開に行きそうな感じがしますね、とても。っていうアコギのやつでございます。次はですね、エレキギターでございます。これだけです。ずっとこれです。うん、でもやっぱこのミソはこれですね、ハイブリッドリバーブっていうやつですね。みんなが大好き、みんな大好きハイブリッドリバーブ。ないとこれです。あると、うん、なんかちょっとフィアンフィアンフィアンキャンキャンキャンってんですよ。これあるのとないのとじゃね、違いますね。そうですね、結構あの、はい、ハイブリッドリバーブってもう入れるだけで劇的に音変わると思うんですけど、うんうん、特にその横山さんがいじられてるそのつまみの部分だったりとかあれば教えていただきたいです、はい、まずはですね、島、ここ大事です、島です。
これしまーってするとですね、オーディオ一回これ原理としてはスライスするんですよね。でスライスしたオーディオを、またなんかそのオクターブ上とかサンド上とかでレイヤーし直して、そのディレイの音がかかってくるっていう原理なんですけれども、そうするとこれもっと極端に上げるとですね、そうそうそう、なんか可愛いですね。これが他のリバーブだとどうなるかというとですね、これ今シマーですが、ダークホールっていうのをすると、うん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 、悪くはないんだけど、なんかちょっとそうじゃないよなっていうのでシマーにしますね。いいですね、キラキラしますね。であとはやるときはですね、このステレオとかいじったりしますね。こうするともっと広がったりするんですよ。今回はやってないです。で結構大事だなと思うのはこの EQ ですね。この EQ のところで、今回どうしてるんだろう、まあ、347くらいからもうバッサリ下切っちゃってるんですね。ここがあるとちょっとリッチになりすぎる、そこまでリッチさいらないよっていう時に切ったりするわけですけれども、はい、上の伸び感だけは欲しいということで上をこう上げてるみたいな形ですね。そうですね、 EQ も一緒についてるとこう、うん、なんて言うんでしょう、後で EQ が絶対必要だろうと思って入ってるのはなんか優しいなって思ったりしますね。そう、後で絶対いるんで、はい、でこのこれはだからもうインサートでかけるじゃないですか。インサートでかけるときに EQ どうしようってなるんですよね、いつもリバーブの。でもこれインサートでかけても EQ、 そのリバーブの残響の音の EQ いじれるから、これ素晴らしいなというふうに思いますね、うん、はい。でボーカルですよ、その次は、はい、はい、これがですね、今回ですね撮り直したんですよ、今日のためだけに撮り直しまして、ボーカルを。ありがとうございます。いや、とんでもないです。どうでした？これありますでしょ、こちらでございます。こちらを使って撮ってみようということで、ノーマルモード、ヴィンテージモードで、コンプレッサーっていうのをかけられるんですね。なのでノーマルモード、ノーマルモードコンプ、ヴィンテージモード、ヴィンテージモードコンプと、計4パターン音を作れるんですけど、全部やりました。で実はさっき聴いていただいた曲の歌ってたデータって切り替わってるんですよ、途中で。ノーマルモードで歌ってた箇所、ヴィンテージモードで歌ってた箇所、ノーマルモードコンプで歌ってた箇所、ヴィンテージモードコンプで歌ってた箇所。気づかなかったでしょ、ね、気づかなかったと思うんです、絶対。でもこれがミソ、変な脚色しないし、オーバーじゃないし、でどの設定にしても必ず使える。でさっき聞いていただいて思ってたと、別に何も違和感なかったと思うんですよ。ここ大事だと思うんですね、普通に使える音がする。ああやって流した時に、まあ、流しましょうか。でこれが実はノーマルモードだったりしてて、でも意識したら分かりますね。そうで、ここで実は切り替わってたんだけど、曲を聴いてる人って、うん、気づかないんですよね。でもここの部分ってこっち側のすごいこだわり、ここの、こだわりだから、だからなんかその意味で言うと4種類の音を4種類のパターンの音を全部コントロールして使える。でそれぞれにキャラクターがあって、だその意味ですっごくいいものだなというふうに純粋に思いました。ツイッターにもつぶやいたんですけど、本当にすごいいい製品だなというふうにね、思って使いました。おすすめでございます。はい、まあ、そう言うだろうみたいなところもあったりしますが、でも本当にいいです。これはデザインも可愛いし、で音も純粋にその自分が撮って歌ってみて処理した時に、こんだけ前に出る、前に出るし、かといって悪目立ちしすぎない。でこれはやっぱり音楽の中に溶け込むっていうことを考えて設計されてるんだなっていう、音楽の一つのソースとしてっていうふうに思うので、本当によくできてるハードウェアだなっていうふうに思ってます。はい、です。素晴らしいと思います。あと通話とかで持っていくときに便利と思います。うん、そうですね。そうだって、なんかソングライティングとかちょっとした時になんかもう刺してやっちゃえばもう余計なこと考えなくていいっていうのは結構強いと思うんですよ。
僕メインはこっちあのアポロっていうのを使ってるんですけど、音もちろんすごく良くて、だけど結構ヘビー、すごいヘビーだし、あの結構余計なこと考えなくちゃいけなかったりする、そのいい音で撮ろうと思うと。でもこっちってもうつまみ1個だけだし、あとあるのはボタンが2つだけで、コンプレッサーって、あのコンプレッサーって皆さん今日あのここで聞いてくださってる皆さん、音量を整えるんですよ。あの僕が今こうやって喋ってる音量と、今やんないですけど、うわーって叫び出すとですね、音量違うじゃないですか。このうわーって叫んだ時の音量と今喋ってる声の音量を同じ音量で聞こえるように整えてあげましょうよっていうのがコンプレッサーっていうんですね。でそれをここについてるんですが、設定を別にこっちで何も考えなくてもワンボタンでやってくれますよっていうのは、やっぱり余計なことを考えなくていいから、ポッポッポッ、じゃあ歌いましょうかっていけるっていうのは、やっぱりツアーとかに持ち出してもすごい強みだと思いますね、個人的には、うん、って思います。僕も、はい、素晴らしいと思います、うん、はい、あとはデザインがすごい可愛い、見えるかな、見えない、微妙か、あの見てください、ここに箱があるので、すごい可愛いんですよデザインが。こっちだとね、アポロもすごいいいデザインなんだけど、 MacBook とすごい溶け込むデザインをアポロはしてて、もっとマッチョですね、あっちは。そう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 、ここですね。で、こっちはですね、なんか普通に食卓テーブルに置いてても、ダイニングテーブルに置いててもなんか違和感ないと思うんですよ。これってなんかすごく大事で、音楽が日常生活の身近にあるデザインになってるっていうのはすごく大事。そのいつも触っていたくなる、触っていることに違和感がないデザインになってるから、僕はデザインっていう意味でやっぱなんかすごいいいなと思いますね、デザインっていう意味でも、うん、すごい好きだなというふうに思います。で、中身ですか、はい、このボーカルをどう処理してるんですかみたいな話になったりするんですけども、4トラック、あの今回ですね、まあそれぞれ歌ってるパートが切り替わっていくものを全部、それもソロで聴きますか、いっちゃいましょうか、はい、いっちゃいましょう。ではまずですね、すべて処理した音です。あ、恥ずかしいですねこれ、これ恥ずかしいな。今のがノーマルモードです。次ヴィンテージモードです。わかりますか、ちょっとギラッとするんですね。もう一回ノーマルいきましょうか。ヴィンテージモードです。うん、ちょっとギラッとするんですよ。でこれ単体で聞くと、わ、ちょっと耳痛いかもってなっちゃうかもしれないんですが、これ曲の中で聴くとまた印象が違います。と、うん、曲の中に入った時にどう聞こえるかの方が大事だと思います。その時にどういう風に曲を演出したいかによって、このノーマルとヴィンテージを切り替えたらいいんじゃないかなという風に僕は思ってまして。その後ですよね、コンプです。ノーマルコンプ、こちらでございます。バックライトが照らすし、うん、これちなみにコンプなしノーマル、これ肌汚れて、うん、印象としては下がマッチョになります。暗い人が照らす寝室に、なんかちょっとジューシーというか。次ヴィンテージコンプ、次の一枚は、うん、やっぱキラッとしてるんですよね。でヴィンテージのコンプなし、イヤリング、うん、やっぱりなんか下がマッチョになってる感じがする。まあ単純に音量上がってるっていうのもあるんですけど、だからそれはあの自分が撮るソースとキャラクターに合わせて切り替えて、そうですよね、して曲によっていろいろできますよね、うんうん、で僕がこの曲でマッチしたなと思うのは実はノーマルモードだったりするんですが、うん、あのここからあれですか、あのもうどう編集してるかっていうのをいきましょうか。ではですね、今はですね、声いろいろこうやって処理してたわけでございます。鳥音がどうなってるのか聞いてみましょう。これ全部オフにします。これです。あ、恥ずかしいですね、これ本当に歌ったまんまの音を今皆さんに聞いていただいております。これノーマルです。ヴィンテージです。あれ処理しない方が違いがわからないぞってなると思うんですが、処理していくとこの差が開いていきます。ノーマルコンプです、うん、でかいですね。ヴィンテージコンプです。うん、さあここからいきましょう、初段からですね、こちらでございます。最近ユニバーサルオーディオさんから出ましたですね、Cスイートという、これ部屋のノイズを消してくれるんですよ。
あの僕今 1.5 畳の防音室の中で歌ってるんですけど、 1.5 畳の部屋の中で歌うと壁に音が跳ね返ったマイクが拾うんですね。あのバンバンって返ってくるんですよ。その音をマシにしましょうっていう。あなただ。これない時。汚れた指。でもこれ分かりにくいんだよ。刻みに震え。これある時。ねえ、エメラルドのイヤリングはやった。そうですよね。今首かしげた方いると思うんですけど、これはもう僕もあのイヤホンでチェックするんですね。イヤホンでチェックして音量をガーって上げていくと、歌ってるあの声の後ろになんか部屋のガサ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 とか、あのサーっていう音が現れるんですけど、それをなくしてくれる。なくすとどうなるかというと、このあとさっきあの説明したコンプレッサーっていうもので音量を上げるんですけど、後ろにサーっていうのがあるとその音も一緒に上がっちゃうんですね。これがどんどんレベルを上げることによって耳障りになっていきますよと。だからこの後の処理のためにその耳障りなものを一回ここでクリーンにしておきましょうよと。浄水器みたいな形ですね。でこれで一回クリーンにしましょうよっていうのが言ってからですね、ディエッサーっていうものでございます。これはですね、スッスッスッ今マシですけど、スッっていう音は耳に痛いんですよ。でこの音だけめっちゃ飛んでくるとレベルを整えようと思った時にそこに引っかかるんですね。この音一番大きい音だよっていう風に機械が思っちゃうんですよ。それちょっと都合が悪いなということで、そのスの音を消しましょうっていう DSR でございます。あなただ汚れた指小刻みに震え。わかんないかもな。わかんないよね。あのいやでもこれは、ね、重要ですね。そうなんですよ、はい、大事なことでございます。でまあ分かりやすい、これは分かりやすいコンプレッサーでございます。あなただ小さい、汚れた指小刻みに震え、うん、そうっていうのがこのねコンプレッサーでございまして、これね結構使い方に UAD のプラグインはですね、あの使い方に特徴というかコツというかですね、こう使うといい音になるよというのがありまして、そのアナログの機材、これってあの何でしょう、その物で売ってるんですよね。物で売ってる、あのこの実際の物で売ってるんです。今この見ていただいてる1176っていうのは売ってるんですが、あのこれアナログの機材なんですよね。でここの設定にするとこういう音が鳴りますみたいな、一応伝統的にあるんですよ。なんかその歴代のエンジニアさんたちが編み出していった技みたいなのがあってですね、でそこに対してこの前の部分でこのメーターの振れ具合を調整してあげるっていう風な使い方をすると、この実機が持っている一番おいしいところの音が出ますよっていうことなんですね。だから大体僕はいつもどんな、歌でもこの設定に1回します。でこれに対して録音する歌のレベルを調整してあげるっていうやり方をします。そうするとこのレベルを整えるときに、あのこのコンプが持ってる一番美味しい音が出るかなと。で、これこの子が1176って言うんですけど、うん、これがあのボルトに入ってるコンプレッサーの回路なんです。信じられないですよね。信じられないですよ、うん、あれがここに入ってる。でそう思うと多分あのこれモードがあるんですね。このボルトの、ボルトにモードがあって、うん、ボーカルモード、ギターモード、ファーストモード。ファーストモードは多分キックとか、あのそういうソースに使うんですけど、このボーカルモードがおそらく多分この設定に近いような気がします。似てると思う、うん、なんかあの僕が使ってて思ったのはこの今、1176のこの設定にこのボーカルモードの設定がなんかすごい近いなっていうふうに思いました。っていうのはそのこれも使い方一緒で、このあのボルトも何機種かあるんですけど、この276とか、まあ、176もそうだと思うんですけど、いいのがインプットのメーターとアウトプットのメーターがついてるんですね。でこうインプットのメーターでその逐一こうレベルをチェックできるわけですけど、コンプを入れた時の音の聞こえ方っていうのをインプットのメーターを見ながらコントロールできるっていうのは結構目で見てる情報って大事だから、目で見た時の情報って大事で、でその時の質感がやっぱりなんか1176にすごい似てるなというふうに、この設定か、この設定にすごい似てるなというふうに思いました。はい、次行きましょう。はい、またなんかすごいの出てきましたね。これはねイコライザーでございます。さっきもですね、あのピアノの時にねこんなんあったじゃないですか、これ、まあ、これとやってることというかあの役割は一緒なんですが、あの使いどころをちょっと分けててですね、あのこのさっきやってたピアノのやつはなんか音作り、あの音をこういうなんか可愛い音になったらいいなっていう風な音作りの時にこう使うんですが、こっちはですね楽曲の中で
声とか音をどの位置に収めようかなっていうために使います。ちょっと聞いてみましょうか。まあこれねソロで聞いてもどうしようもないんですよ。これないとき声です。あるときこうです。あれなんか薄くなっちゃうじゃんと、あのない方が音なんか声あれなんじゃないのと思うんですが、ないとベースとかキックの下の方あのズーンっていうところがちょっとトゥーマッチなんです。なんかううってなんか曲がなんかちょっとシュワシュワって言ってるのにううっていう感じなのを、ボーカルの下をちょっとすっきりさせてあげて上も整理しましょうって、こうなってるものをこんくらいで収めましょうってするとですね、全部の楽器の聞こえ方が変わる、あの歌の聞こえ方が変わるだけで全部の楽器の聞こえ方が変わるっていう意味で、その声をどの位置に収めましょうかっていうためにこのパルテック の, あの EQ ピン YA を使うということですね。でそのあとは一回またレベルを整えましょうということでですね、またコンプレッサーでございます。ない時です。ある時です。ねえねえエメラルドのイヤリング、うん、みたいな感じでございます。で次ちょっと他社さん、まあこれもコンプでございまして、でまた DS アート S の音がどんどん出てくるので、それをもう一回あの耳障りじゃないようにしようって、あなはだ汚れた指小刻みに震え、うんうんうん、っていうことでございます。すごく似てるんですね。そうですごくあのこれ DTM とかこういったことを日常からやってる方々はあの結構、まあ、見慣れた光景だと思うんですが、あの今こうパッと見るといつもライブに来てくださってるお客さんの顔もあると分からんとね思ってらっしゃると思うんですが、でも物を作るってなんかすごいこういうことだってするんです。実はそのすごい細々したことで、あのちょっとの調整を地味に繰り返していく、大げさに調整するんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつ調整していって、音を自分が思ってるところにパスッとはめてあげる。でその時にあの使いやすくてでリッチに仕上がるっていう意味で、まあ、こういうふうに UAD のプラグインばっかだったんですけど、その UAD のプラグインを使って声を処理してあげましょう。じゃあそうした時に、最終的にじゃあ曲の中でどう聞こえますかっていうと、ね、かっこいいですねっていうことでございます。はい、いいですね。はい、素晴らしいと思います。あと5分くらいみたいなんですけど、うんうん、ミックスの方は。そうですよね、あともうそろそろですね、はい、なるほど。どうしましょうか。あとミックスとミックスを少し見せてくれますか、うん、マスター行きましょうか。あ、はいですね、はい。じゃあかん5分なんで簡単にですが、マスターにですね、マスターってこの一番最後に音が流れる箇所、こんだけ僕は処理をしています。これがないとどうでしょうか。ここじゃちょっと分かりにくいですね。サビで聞きましょうか。あるとどうでしょうか。あ、違いますね。これは分かるでしょう。これは全然違うんですよ。で、あのこれは、もうざっくりきます。テープです。ない時です。ある時です。うん、音の何でしょう、キラッと感が変わりますね。でさっきも登場しましたこのパルテック、でこれ本当は語りたいんですが、実は何もつまみじってないんですよ。つまみじってないんですが、この UAD 通すだけで音が変わります。ちょっとクリアになるんですねっていうことでございまして、で DS、 あ、これね、これ本当は語りたいんですがもう時間がないそうです。こちらですね、なんとかけるだけで音が広がります。びっくりです。わかるかな。まあこれ多分配信の方の方がわかるかも。あの音が、はい、すごい広がるんです。かけるだけでございます。でこちらですね、 EQ でございます。これはまあ、 あの今日の環境に合わせて、あのちょっとあのカット EQ とあのブースト、シェルビングでブーストという形ですね。でみんな大好き SSL バスコンプと、
みたいなことで、またディエッサー挟んで S を取ります。で、API2500、 これもね、ある時ない時違いますね。かっこいいですね。で、マンレーですね。地味ですね、地味ですね。でもこういうことなんでございます。で、最後は分かりやすいです。リミッターです。あれ、音が遠くに行っちゃったと。入れるとですね、曲を聴くときはもうさっきも言ったんですけど、一発勝負なので、その時にどういう印象を与えたいかっていうことを、このマスターのところでも、もうルールっていうか、ルールはもう自分で決めたらいいと思うし、どういうものを届けたいかっていうことに合わせて自分が調整してあげるっていうことを、まあこういった、ルーティンでやってるっていう形ですね、っていうことです。これがあるのとないのとじゃ全然違うということは伝わったかなというふうに思います。はい、でもいいですね、本当に。あの種から始まってこうなって素晴らしいですよね。うん、そうですね。最後はここに行くまで、ずっとって悩み続けるんですが、でも最後こうやってなりですね、でここで聞いていただきですね、で、皆さんがなんかこうやって首振ってるのとか体動かしてるのとか見ると、やっぱりなんかこういう風にこまごまこまごましたことをですね、続けていて、すごい良かったなという風に思う次第でございます。はい、うん、感じで、あ、そしたら、少しだけボルト の、 製品の説明を少しだけさせてください。多分ユニバーサルオーディオ の、 ブランドも知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっとちらっと会社の紹介させてください。ユニバーサルオーディオは割と古い会社で、1958年からスタートして、本当に音楽をレコーディングする時から始まってるんですよね。だから45とか LP レコードが出た年に始まったんですよ。そして初めはスタジオを経営してる会社で、でもスタジオの機材があんまり良くないから作っちゃおうっていう感じでユニバーサルオーディオが生まれました。でこういったアナログの機材ですよね、アウトボードっていうんですけど、音を良くするものをずっと作って、そしてファストフォワード2000年ぐらいになったら、やっぱりもうディジタル化されましたよね、全部が。それでこの UAD っていうプラグインシステムに変わって、だからアナログも使う、その隣にプラグインっていうソフトを使うっていうことになって、そしてまあちょうど10年前にインターフェースですよね、コンピューターで録音するための、それにこの全部が合体したっていう感じですよね。アナログの回路とプラグインとコンバーターが全部一つの箱に入って、アポロっていうものができて、横浜さんもメインはアポロですよね。アポロの X4 ですね。そしてでもそれでうちは結局いつもハイエンドですよね、プロスタジオの方のものを作ってたんですけど、いつもお客様がもっと手軽にこういったトーンシェーピング、音を変えるフィーチャーも入ってる製品が欲しいってずっと言われて、やっと去年の12月にこのボルトっていうのを出しました。そしてまあ、コンセプトとしては、うちのそのずっとスタジオにあったそのノウハウをできるだけ音楽的な音を作るんですよね。クラス最高のオーディオクオリティ、そしてこのトーンシェーピング、その音を少し変化する、それも音楽的に少し本当に微妙なんですけど変わるんですよね、気持ちが。でやっぱり違うんですよ、曲の中に入ると、気持ちが変わりますよね。そしてだからこれがヴィンテージモードと、あとは76モードってあるんですけど、あとはこの DTM とかポッドキャスティングとか始めるときに結構いろんなもの揃えないとできないんですよね、すごい大変なラーニングカーブっていうがあって、だからできるだけ簡単に始めれるように結構素晴らしいソフトウェアバンドルもついてるので、もう本当にこの箱買ったらパソコンにつなげて音楽作れるっていう感じですよね。それがコンセプトですね。そしてまあいろんな人たちがいるので、例えば歌だけとか、ギターと歌とか、あとはバンドとか、だからいろんな
フォームファクターのものがありますね、うん、だからいろんなチョイスがあって、うん、そしてあとあバンドル本当に全部セット欲しいんだったらやっぱりマイクとヘッドフォンとかもいるのでこういったスタジオパックみたいな製品もあるので、うん、あのこういったコンセプトですぐに音楽始めれるっていう感じですよね、うんうん、そしてあのちょうど COVID の大変な中で、うん、あの製品を作ったのはいいんだけど出荷ができなかったんですよね、うん、だからちょっと遅れちゃったんですよ、うん、だけどやっとあの物が届いて今はあの木場さんでも今日でも買えます、うん、ぜひチェックしてください。あそしてあのまた使いやすくしたいのであの今さっき見てたように本当にワンボタンでねコンプかけたりヴィンテージできるのであのソフトウェアのメンテナンスもできるだけ早くするのに簡単にするのに UA コネクトっていうソフトも入ってるんですよ、うん、でこれを使えばもうレジストレーションからファームウェアとかソフトウェア の、うん、あのアップデートも全部自動でやってくれるんですよね。超シンプルで使いやすいです、うん、あそして素晴らしいバンドルがついてるんですよね。すごいこれすごいそう本当にあのもうギターアンプベースアンプからあのバーチャルドラムベース、うん、そしてもちろんエイブルトンですよね。あのエイブルトンライブのライト版が入ってるんですけど、はい、ただぜひあのアップグレード版もあるんですよね。ありますね、はい、今からちょっとご案内させていただこうかなと思います。はい、はい、こちらエブルトンのウェブサイトなんですけれども、こちらがまあライトのご案内のページになります。でライトなんで内容もライトなんじゃないのって思う方いらっしゃると思うんですけど、意外とですねもうプリセットとか音源とかすごい数入ってますので、まああの卓録する分には十分なんじゃないかなというふうに思います。はい、ラックミディクリップとか、まあ、プリセットサンプル数だけでもたくさんありますよね、うん、はい、なのでライトをあのが手元にあるよって方はぜひ使ってみてください。でライブないあライトないよって方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、一応あのフルバージョンを90日間使える無償体験版も今ありますので、まあ、90日間って3ヶ月くらいですけれども、結構その時間帯だとあのトラックを最初から作ってリリースするまで十分な時間なんじゃないかなと思います。なので、まあ、こちらもぜひお試しください。はい、でうちにはですねライブの、まあ、エディションいくつかあるんですけれども、スイートが一番おすすめでして、まあ、無償のパックっていうのが随時更新されるっていうのもありますし、まあ、MAX4LIVE っていうところでそう普段ライブでできないところを拡張できる、でさらにまあ無償のものをどん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 取り込むことができるっていうので、まあ、実質永遠にそのデバイスを増やすことができるっていうところが非常におすすめです。はい、であとは、まあ、ライブの使い方ちょっと分かんないなって方はオフィシャルサイトにアクセスいただきますと、まあ、日本語字幕がある、動画をいろいろ用意してますのでぜひご覧ください。はい、で最後こちらなんですけれども、エイブルトンジャパンの YouTube チャンネルもありますので、こちらも一口メモなど、まあ、たくさん用意してますのでご覧ください。あとは、まあ、最新情報を知りたいなって方がいましたら、エイブルトンジャパンの Twitter もぜひフォローください。であとサイトにもエイブルトンユーザーじゃない方でも楽しめるようなこういったワンシングという動画も用意してまして、横山さんもこちらを、ね、ご覧いただいてるっていうお話だったので、僕はもう、ね、上から下まで全部見ました。あ、本当ですか、嬉しいです。すげえ面白いですこれ、ぜひ見てみてください。はい、じゃあエイブルトンからのご案内は以上となります。はい、横山さん、鶴田さん、栄一さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっと駆け足になってしまったんですけれども、あのこの貴重なセッションの画面を見ながらですね、すごく楽しい話が聞けたかなと、私もあの袖で見ていて非常に勉強になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。であの最後にですね、あの私の方からあの少しだけご案内をさせていただきます。本日あの使用されたエイブルトンライブのソフトウェアですとか、ユニバーサルオーディオのボルト、まあ、アポロとかですね、こちらの製品はすべてあの池辺楽器店のパワーレックの方で取り扱いをしております。ちょっとあの本格的なあの実際 の、 あのセッションですので、ちょっと難しかったようなという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、あの初めての方でももちろんあの優しく丁寧にご案内させていただきますので、興味ある方いればぜひお声掛けください。はい、であとちなみにですね、あのそちらのちょっとあのテーブルのところにボルトの実際の製品ですね、そのまま持ってきておりますので、あのもう買って帰りたいよなんていう方いれば、あのそのままお持ち帰り、あのご購入もいただけますので、ぜひお声掛けください。ね、ということでですね、ちょっと短い時間ではあったんですけれども、以上をもちまして本日のイベントは、すべて終了となります。
横山さん、最後に一言、はい、会場の皆さん、配信の皆さんにですね、はい、一言お願いいたします。あのお忘れかもしれないんですが、あの今日今見ていただいたものを全部デモです。あれを制作していました、制作してた時ですということです。であれからレコーディングをして実際にメンバーに演奏してもらって、どうなるでしょうか、どうなるでしょうっていうことはこのアルバムを聴いていただくとあの分かるので、あの今日見ていただいたのはこういうふうに曲を作ってますよっていうところでございます。あのそれがこういうふうになるよっていうことをですね、あの、まあ、今日の機会とこのアルバムを聴いてぜひ楽しんでいただけたらなというふうに思っておりますので、感覚ピエロをですね、あの一つよろしくお願いいたしますということでございます。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、横山さん、鶴田さん、一さん、どうもありがとうございました。ではあのこちらの、以上で終了となります。一応あちらにカメラがあるので、はい、最後バイバイという形でお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。バイバイ、またね